はいどうもベントスコーラと何の名前でございます。開幕ね、いつ始まるかわからないっていうことはあるんですけども、オープン戦がね、昨日で終了しましたので、まずはね、本題に入る前に、DeNA がね、DeNA から3名の選手が、オープン戦のね、タイトルを、取りましたので、ちょっと発表の方と、ご紹介ね、していこうかなというのは思います。まずね、本塁打王なんですけども、新外国人のね、もうものすごい活躍をしていた、タイラー・オースティン選手が取りました。オープン戦の成績が3割4分3厘、ホームラン4本、打点7、OPS が 1.296 あって、見事ね、本塁打王ですね、巨人の中島選手と一緒に、本塁打王に選ばれました。続きましてね、打点王なんですけども、この動画のね、主役でもある、佐野啓太選手が、オープン戦の成績2割6分7厘、ホームラン3本、打点11、OPS が 8.38 ということで、単独ね、打点王に選ばれました。いや、バレンティン選手やね、岡本選手など、12球団のね、代表するような、スラッガー、主砲を相手に、打点王に選ばれたということで、とても素晴らしいね、活躍をしてくれたかなというのは思っております。で、最後にね、オースティン選手とね、佐野選手ね、タイトル取れるなというのはずっと考えながら見ていたんですけども、もうここばっかりはちょっと盲点でしたね。斉藤選手がね、まさかの4試合投げて防御率 0.0 で、で、3セーブありでセーブ王に選ばれました。で、これは本当に意識していなかったのでね、とても驚いたんですけども、その3名の選手ね、タイトル、オープン戦ということなんですけども、おめでとうございます。はい。ということでね、先ほど紹介した通り、今回の本題はね、打点王に輝いた佐野選手についてちょっと、またなんですけども、お話の方をしていこうかなというのは思います。まあ、筒香選手が抜けまして、今年ね、ラミレス監督は、佐野選手を4番で固定していくというのをおっしゃっているんですけども、打点王に輝いたりということで、歴代のね、打点王ってね、もうすべての選手が活躍してるという法則があるんですよ。ちょっとね、その法則をこの動画の中でお話ししていこうかなというのは思います。まずなんですけども、過去にね、打点王、オープン戦で打点王を取った、ちょっと選手とそのシーズン成績を、ご紹介していこうかなというのは思っております。はい、まずね、これ2006年からね、僕はね、調べてまいりました。2006年はね、中村選手、まあこれはね、西武のおかわりくんですよね、まだいます。打率2割7分6厘、ホームラン9本、打点29。2007年は新井選手、新井さんですね。打率2割9分0厘、ホームラン28本、打点102。2008年はソフトバンクにいました松中選手、打率2割9分0厘、ホームラン25本、打点92。で、2009年がイスンヨプ選手、2割2分9厘、ホームラン16本、打点36。で、2010年が村田選手、打率2割5分7厘、ホームラン26本、打点88。2011年が内川選手、この村田を内川ってナビどっからでも昔見たことあるような気がするけどな。で、打率3割3分0厘、ホームラン12本、打点74。で、2012年が中田翔選手、2割3分9厘、ホームラン24本、打点77。で、2013年が我らの荒波翔選手、打率ね、2割5分8厘、ホームラン2本、打点30。で、2014年が今宮選手&柳田選手は同時受賞、2割4分02で、ホームラン3本、打点42が今宮選手、打率3割1分7厘、ホームラン15本、打点70が柳田選手。で、2015年がね、角中選手で、打率2割9分3厘、ホームラン6本、打点52。で、2016年が柳田選手、打率3割6、3割飛んで6厘、ホームラン18、打点73。2017年が阪神の中谷選手で打率2割4分0厘、ホームラン20本、打点61。で、2018年が岡本選手、打率3割飛んで9厘、ホームラン33本、打点100。で、2019年がブラッシュ選手&高橋周平選手で、ブラッシュ選手が2割6分1厘、ホームラン33本、打点95。で、高橋周平選手が2割9分3厘、ホームラン7本、打点59ということで、もうこれね、今読み上げた選手なんですけども、もうそうそうたるメンツじゃないですか、もうね、WBC とかね、もう日本代表に選ばれる間違いないクラスの、選手たちが集まっているということで、この選手たちってもうね、いい成績を残しているだけではなくてね、ベストナインであったりとかね、タイトルホルダーですよね、それとかね、ゴールデンクラブに選ばれていたりとね、飛躍のシーズンに、ね、なっている選手が非常に多いんですよね。で、その中でも近年を見ていくと、2017年から2019年まで、中谷選手、岡本選手、高橋周平選手って、期待の若手がね、連続でね、覚醒していってるじゃないですか。もう、これはもう間違いないんじゃないですか？もう今のね、成績立ても、切れても大変ポジるということです。なのに、オープン戦で打点王の法則までついてくるということでは、もう今年その選手もうとんでもない活躍するんじゃないかなということで、もう心がな、ワクワクすんぞーっていう感じなんですけども、しかもね、三振率もね、非常に素晴らしいんですよね。45打席ね、オープン戦立って3個しか三振してないということで、
三振率も 6.7% なんですよね。もうこれが活躍間違いなしです。以上、はい、今日はこんな感じでね、その選手でポジにまくったんですけど、もうちょっと皆さんの意見というのをお聞かせいただきたいかなというのを思っております。はい、よければね、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。またね、次の動画でお会いしましょう。それではお疲れ様でした。それではバイバイ。青木選手の投資果敢に突き進め、浜の空に声がけ、進め車輪をかっ飛ばせていた。